はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。ですね、今回は、ヘラクレスデイジの終わり出しをしていこうと思います。あー、ゼリーがもうこなってっとった。お、メスは落ちてるな。多分この状況だと、メスはおそらくこの前採卵した後に落ちてると思います。ゼリーがもうこんな感じなんでね。じゃあもう、期待しないでいきましょうか。まあ何個は取れてれば OK ですけどね。はい、メスは、はい、やっぱりですね、落ちてますね。ご苦労さんでした。はい、ですね、今回はですね、まあ、メスがこうやって落ちていたってこともあってですね、ちょっと1個も取れておりません。まあね、まあ、こうやってね、こう限界ギリギリまで産んでもらったんで、本当ありがとうの一言ですね。まあね、こいつは、まあ、これレイディなんですけど、まあ、こいつらの子供たちはですね、まあ、順々育ってくればいいかなと思います。まあ、今年ですね、まあ、ね、ビークは見てもらったら分かるように、ギネスが更新されましたんで、ね、今度は、ね、自分がですね、更新してやろうかな、なんて思ってるんですけど、まずはですね、ちょっときっちり書類と2例をね、管理してから、ね、3例ででかいのを出すっていうことを、まず目標にやっていきます。まあ、3例の時の体重はもう 100g ですね、を目指して頑張っていきたいと思います。まあ、坊主でしたからですね。まあ、しゃないです。それでですね、動画を終わります。